ラテス今回は LWE 暗号をあの発明したあのレゲエフの話をしようと思っています。で、その前にちょっといくつかあの感じてることがあって、まあ、この間ちょっと昨日はあの細かい解説の話だけだったんで、少し。 一般的な話をしてみようかなというふうに思っています。えっ、ー、と、ポスト量子暗号という言葉があります。僕、これちょっと変だなと思ってるんですよね。でも、だって量子暗号の後を指すものでも、量子の後をイメージしたものでもない。で、少し奇妙な感じを僕は思っています。なぜならば、量子暗号って言われるものは現実つなぎでは存在しないんで、そのポストというのも変ですね。で、 量子コンピューターも世界ではまだラボの中にしかなくて量子通信の利用者はまだ数万人程度1万人以下だと思ってます。でそういう意味ではポスト量子ってこの辺ですね量子の世界は、まあ、まだ始まっていない、まあ、それは始まらないって意味じゃなくてあの現状の人識としてあるいはこれから始まるだろうという期待を込めて ままだ始っってていなと言ってるわけですけれどもではなんで暗号の世界でポスト漁師暗号って言葉が、あのー、普通に用いられてるかっていうのを少し考えてみようと思っています。で暗号の世界で漁師が強く意識されるのではる理由があるんですそれは今もなくあのー、20世紀末の昭和アのアルコリズム。 で量子コンピューターを使えば現在の暗号は簡単に破られるんだっていうこれはすごいショックを暗号の世界に与えたわけですもう40年近く経ちますねでただ効果不効果、量子やコンピューターは未だに小のアルゴリズムを実行する能力を持っていませんで多くの人の日常的な意識の中では暗号技術が危険だっていう危機意識がほとんど 共有されていないといいなとううふうに思いますむしろ暗号通貨暗号資産でまああのブロックチェーンもそういうものから発生した技術だと僕は思ってるんですけれども暗号を利用した技術への関心は高まってるんですねでかつその利用も勝手なく広がっているでその意味では確かに現在はポスト・ショアショアの危機は 去ったといいいうか気にしなくていいよだ、ポストシェアの時代に入っていると思ってもいいかもしれません。ま、だけどもう一つポストシェアがあってまあ今言った暗号資産の未来を謳歌しようという層に比べて過去のトラウマを抱えている暗号の世界の専門家の意識は少し複雑です、ね、本当にコンプレックスだと思います。 で彼らはしばらくの間ですがこのトラウマを癒し克服する確信を見つけられないでいたんだと思います。で現代文の理論的層がこれはナッシュたちがすでにあの発見してきたことなんですけれども計算複雑性の理論であることは今暗号の専門家はみんな理解してると思います。たただ現実に利用された暗号というのは 素密分解問題にしろー対ス問題題ににししろろ対数それは経験的に見つけ出されたもので複雑性理論的根拠を書いているわけですね。でさらに過酷なことにいずれの問題もシはア,アルゴリズムの攻撃の射程内にあることそれも明らかになってるんですね。それはあの暗号の専門家はみんなよく知ってたことだと思います。だけれどもかといって で、その理論上の脆弱性を現実的な問題として提起するにも躊躇がありました。で、まあ、粒子あの量子コンピューターがあの、まだあの発成長してないってこともあるんですが、まあ実践的にはおそらくそういう問題を解決する展望がはっきり理論的な革新がなかったからだというふうに思います。まあ、それ、あの。 一時的なことだと思いますけれども、で、そうした状況を大きく変えたのがレゲエフなんですね。あの二千五年の論文というのは本当にあの画期的な論文だったというふうに思います。で、まあ、レゲエフの先行して相対はアゴリルの基礎にラティス問題をことを提案していました。これも先駆的な仕事ですね。 で、レゲフはこのラキスを暗号の基礎に置くっていう道を飛躍的に発展させて、その理論に基づいて、ほとんどのマシンにも自走可能で、かつポストシェアってことは大事なことなんですけども、量子体制を持つと目されている l w ビ暗号を提案しました。こ目されているってのはちょっと微妙な言い方かもしれない。それは次回少し、あの、LWE の量子体制、 とそれに対する、あのー、レゲエフの証明といわれるものを見ていきたいというふうに思ってるんですけれどもまあでも、あのー、今までの暗号技術と比べてあの画期的にこの量子コンピューターとの関係を意識してその根源に対して強いというのをあの説明しようとしたということですねで。レゲエフの登場によってポストシュアで プリクファン昭和の,ううの時代,です、ね、ショアの時代史摘はあの40年前ですけどまだ本格的にカンタムの時代始まってるが間ってですねあの始まってるわけなそういう時代がポスト量子暗号名前だけ見ると量子の後あるいは量子暗号の後だというふうに思われるかもしれないですが実際にはそうではなくて で、手話の指摘にちゃんと耐えられてかつカンタムじゃなくてもあの実装可能な暗号技術、うん、それがポス,トあのあのポストリオシア語だということまあそんないろいろ誤解してる人もあるかもしれないし今見ても非常にあの暗号理論家のコンプレックスを反 <laughs> 映してあの変な奇妙なネーミングだと僕は思うんですけれども。 あの、ただ、あの、今、そういう意味で、大きな飛躍が起きているっていうのは。大事なことです。かつ、それはまた。あの、この量子コンピューターの危機っていう、まあ、暗号の世界にとって、危機っていうのは、現実なものになるという危機感は。それは妥当なものだというふうに思ってます。それに対して。はっきり、こういう方向で対抗しようということで。あの、暗号の専門家の理論的にも、技術的にも、足並みが揃い始めた、というのが。 このポスト量子暗号時代の始まりだというふうに考えています。でレゲエフですけれども、うん、今言ったようにポスト量子暗号と言われている暗号技術の新しい時代を理論と技術の両面で切り開いた人ですね。えー、まあ,、まあ、あの理論的には列問題の複雑性に新しいアプローチを導入してその後の暗号の基礎理論の研究を方向づけました。 でこれは面白いんですよね。量子コンピューターを使うんですよ。量子コンピュータータといってもまあおおらブラックボックスの量子コンピューターなんですけれどもこういうことをあの暗号の世界の人たちがあの考え始めたまあ多分彼は別に暗号の世界のじゃないのかもしれないけれどもあのやっぱりそのポスト簡単。 てか、プレカンタムですけれども、画期的なことだったというふうに思います。それから、彼が提起したギャルダブリーアーゴというのは、実際に、あの、すべてのデバイスで実装可能な。アイトウアドワークが提案したラッキーに基づいた、あの。ラッキー三号ってのがあるんですが、あの、レゲエフの話によると、あの、キーの長さが千だとすると。 1,000×1,000×1,000×1,000 で暗号回帰が、あのー、数ギガバイトになってとてもじゃないけど動かないっていうような話を彼はしていましたけれどもで今度の LW はそういうことはないですねおそらくもっと軽量化してもっと高速になってという改良がどんどん進むと思います。 これはだからあの今年の7月に出た NIST の,あの,あのポストリオシアン号の、まあ、候補まあほとんどあのラティスでしたけれどもねでそれの先頭を発しているのがこの LWE だというふうに思いますでまあこういう論文なんですがあのなかなかこれはあのやっぱり画期的だと言われるだけなかなか骨があって 読むの大変ですがあの次回次次回であのその、まあ、非常に簡単にですけども、まあ、一つは LW の量子達成っていうのをどう証明したかっていうこととそれから彼がやったのリダクション複雑性のリダクションですこれは前々回見たあの相対ラティスとあとガウシアの,あのディストリビューションを組み合わせてやっていくんですけ大まかな流れだけを でも簡単に紹介したいというふうに思っています。